皆さんこんにちは。アサラギコンサルティングの司法書士の加代真理乃です。ゆうですね、もう年末ということでですね、司法書士の試験勉強をしている方はですね、年明けからが本当に本当の本当の勝負という時期かなというふうに思います。でちょっとね、ここにも書いてね、書いたんですけど、勉強のしすぎということで書いたんですけれども、ちょっとね、私の話を少しだけすると、私ね、本当に1年目なんですけども、勉強しすぎてですね、1週間に1回本当冗談抜きで高熱をね出してました。でしかもね、高熱を出すっていうのは、まあ、精神的にも弱ってたっていうのもあるんですけど、だから2年目はね、1回も熱とか出ずにね、しっかりとね、進むことができたんですけど、やっぱ1年目はね、メンタルもね、弱かったですし、気持ちもね、もう勝んなかったらどうしようとか、ネガティブな、ね、ことをね、ちょっとでも思ってたんで、本当にね、寝ないとすぐ高熱になってました。で1週間に1回ね、高熱になって、で、ね、高熱になるのがね、大体ね、土曜とか日曜の夜なんですよ。で、で、まあ、胃が痛くなって胃腸炎になったりとかして、で、耐えられればいいんですけど、もう耐えられないレベル、もう床とかのた打ち回るレベルの、ね、痛さとかに襲われた時はね、やっぱりね、こう深夜で、ね、こう緊急夜間の方、夜間のね、病院に行くんですけど、もうね、夜間は夜間で本当に大変で、その大きい総合病院ですね、私の場合はね、北東病院っていうね、でかい病院だったんで、そこ行って、先生にね、今受験勉強してるから、とにかく明日は寝直してくれってね、言うねことをね、言ったりとかしてました。でね、やっぱりね、お医者さんってすごいね、やっぱこれね、後日すごい良かった話があって、別件でっていうか、受かった後もね、普通の風邪をひいた時に行ったらね、受験してたよねみたいな風にね、覚えててくれてる、ね、お医者さんがね、覚えててくれてて、それはね、すごくね、嬉しかったですね。やっぱりお医者さんもね、かなり勉強してるんで、すごい理解があるというか、受験してるから、本当にね、体調悪くなったら大変だから、すぐにね、治るね、薬をくれとかで、無茶ぶりとかもね、なんかこうね、分かるような気がするって感じでね、接してくれるお医者さんがいたりとか、したような記憶があります。ちょっと話取れちゃったんですけど、まあね、こう勉強しすぎて風邪になるとか、まあ、体調崩すっていうのは、まあ、確かに勉強に支障が出るので、絶対ね、よろしくないんですけど、でもなんかね、こういう自分にこう酔う時期もすごいあっていいのかなって私はすごい思っていて、で今もこう仕事とかしてて、で本当にね、容量悪いからだと思うんですけど、徹夜続きだったりするんですよ、私は。でもこう仕事してる自分にこう酔って、もっともっと頑張るっていうのもね、すごいね、ある意味ね、頑張るモチベーションになるのかなと勝手に考えております。まあ、そういったところでね、ちょっと勉強しすぎて高熱が出て、北東病院にね、私4回5回ぐらい行ったんですよ、夜間で夜間だけで4回5回ぐらい行ったかな。であとはね、後にね、2年目の試験終わった後の夏のね、8月ぐらいは食中毒になって、それもね、夜間で行って北東病院に、ね、何回も行ってます。またあなたみたいな感じのね、ノリになったりとかもしてますけど、まあね、風邪っていうのもね、本当に気持ちの問題っていう、昔から言われてますけど、まさにその通りで、2年目は1回もなってないので、私本当にね、自分なら絶対できるっていうね、強くね、信じて、頑張ればね、風邪も絶対ひかないはずなのでそういったところで、皆さんね、ぜひ頑張って、いただきたいと思っております。今日はね、ちょっとだらだと私の雑談だったんですけれども、またね、ちょっとブログでもいろいろとね、勉強、何かこう使えること、役に立つことあれば更新したいと思っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。